1v1v1v1 やこれ次。これ遅延するわ、キュウちゃん。オッケー。え、なんか、え、キュウちゃんじゃない、誰？見て上がってる、見て上がってる、ここ。バニちゃん、トトミとバニちゃん、バニちゃん。バニちゃん。オッケー、オッケー、オッケー。40カット。幻のキュウちゃんやめてね。一番最初に死んではいた。ダメー！なんでたのになんで知らないんだよ。惜しいねー。ふざけんなー。5本じゃない？ふざけんなーってなってるの珍しいな。そう？うん、そうって言ってこれキュウちゃんじゃない、これね、サラクちゃんだった、やだ。いや、しかも俺ボムちょうだいっていう意味で屈伸してたね。めっちゃ屈伸してこっち見てくるからキュウちゃんだと思ったら桜さんだったんだけど、もう忘れちゃったの、うちのこと忘れちゃった。ちょいでエリア取ってたのね。なんなの、やめてよ。残ってるのバニの時にキュウちゃんとか言うしね。あー、マジか。3人目ですか。相場最初 B なんだね。おーい、おーい、あーさ、あーい、ミッド進行します。なにこれ、すいません、バニちゃんカーテン開幕欲しい、これ。カーテンあげる、あげる、カーテンあげる、これもうミッド、エリア取ろう。オッケー、エリア取れた、ここまで取れた、取れた、取れた。いけー、あっつてめえ、エリアのこと舐めてんな、バニー。アビス結構デッドロック熱いと思うねんけどな。じゃあデッドロックする、誰か。じゃん負けデッドロック行くよ。最初グーじゃんけんパーパー、あー、おいのパーやん、5人のじゃんけんで、こんなことある。あいこうでグーチョキ。待って、早くね、早すぎて、早すぎて何も対応できなくて。フラインの想定のじゃんけんやめてください。ちょっとラグゼロやめて。でも5人だとさ、やっぱじゃんけんはさ難しいよね。じゃあ山手線ゲームをして負けた人がデッドロックにしよう。山手線ゲームって何だっけ。山手線がわからん。山手線ゲームって何。山手線ゲームって何。山手線ゲームって何って何。オリジナルカルチャー。待って待って待って、山手線ゲームって別に電車のあれじゃなくてもいいんじゃないの。お寿司のネタって言って、みんなでお寿司のネタを順番に言ってって、ああ何も出てこなくなったり被ったら負け、その人が。あー、じゃああれか、タイムラグがあったら終わりなんや、もう。タンタン、マグロ、タンタン、イカってやってく。お題は？お寿司のネタ。おい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 、マジか。え、じゃあ焼き鳥にしようよ、焼き鳥。さくらさんからやろう。いきます。はい。ネギマ、せせり、つなぎも、豚バラ、ハツ、つくね、レバー、鶏皮。もんじり、軟骨、心。心って何。心は初だろ。はい、さくちゃんの負け。なるほど、言いたいことがあるわ。こんなシュールなことあんの。なんか何何、それのこのここの哀愁えぐい。町内会の哀愁だよ、おじいちゃんおばあちゃんの哀愁えぐいわ、ここのラグも相まってペチ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 よ。めちゃめちゃつまずいわ。盛り上がりにかけすぎてた、かそってた今ゲームが。なんかこんなにえぐい、こんなに山のってちょっと違う。妥協して一回だけパンってやってる人いたしな。パンパンじゃなくてパンだけ。もはや、手たったことないのしの。待って、またエボなんだけど。デッドロック出ちゃった。はい、タコだタコだ。あー、今回やりとこねた。これみんなで左からピーク。ちょっと待って。カーテン降りるよ。あ、待って、これ。上上
ブブブブブブ。作者一応下げてはないか CT。アリさんお願い。本当お願いします。アリさんお願い。取れるよ。ナイスライ。ごめんか本当に。アリさん取れんかマジかよ。本当にごめんか俺。なんで取ってくんない。うん、あー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 。なんで取ってくれないんだろう。なんで A 面4人死んだんだ。いや、ちょっとここになんかあったんだよね。なんかあった。え、わかんない。何やろ、エルボーの壁。ステージの壁かな、わかんないけど。敵になんかデッドロック入れるんだけど。あ、え、待って、敵にデッドロックいないってことは味方のデッドロックの壁あれ、もしかして。味方の敵のデッドロック。マジか。よし、じゃあ、遺跡。びっくりしたよ。遺跡か。いやー、マジひりつくわ。ラムネさんがいるとこでは絶対言えませんよ。ラムネさんの切り出し方マジひりつくね。全然読まれんかったね。じゃあ。あれ遊んでるでしょ絶対。全部聞いてるけどね。いやだからラムネさんゲームって本当に素敵なんですよ。そうですよ。全部聞こえてますけどね今の会話。え？今の会話全部聞こえてますけどね。俺はいいと思うけどな。俺は別に、ね。カステラはさどっちだと思う、洋菓子と日本のお菓子。洋菓子。ぺっぺらしいよ。え？カステラは日本のお菓子です。じゃあ。待ってくれ。つくー。待ってくれ。何どうしたどうしたどうした。ラムネ、汁。汁プリーズ。ラムネ、汁プリーズ。ヘイラムネ、汁プリーズ。ウェイ、ウェイ。汁しなきゃダメかね。ウェイ。Just chill out, please. 怖いんですよね、この切り出し方がね。ちょっとニヤニヤ言ってる感じが伝わってくるのかな。みたいな感じで来るから。じゃあ。もうニヤついてるもん。もう怖い。もう二択。何二択って。いや、え、違いますよ。一択何？山の手。もう一択は？いやもう会話か山の手かの二択かなっていう、うん、そうね、キューちゃんがカステラの話したじゃん、だからお菓子で山の手線ゲームしようかなって思った。そっちの択やったか。え、お菓子なんかでも無限やで、トントンのリズムですぐパッて出さないといけないからさ。再戦を確定。あー危ねー危ねー。やりたかったな山の手線ゲーム。いやタイミング悪い。マジか。いやごめんね、ラムチなんか。ごめん、ほんと本当はやりたかったんだよね、みんな。本当はやりたかったのに。そうだよね。次やろうよ、次。じゃあ次試合終わって、スコアボードに行く前にやろう。ヘイブンって画面になった瞬間。緊張してきたな。ピリつく。なんでそんなに緊張してんの？いや、まあ、独特な緊張感を忘れませんよ、俺は。この、なんかワクワク。裏拍みたいな、うたうたみたいな拍手。これえぐいマジで。あ、ええわ、なかなか切りついたからね。たああ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 やばい、早く山手線ゲーム。イエーイ。ポテチ。なやこれ。ポテチ。はい。ああ、そうだよ。ポテチ。ちょっとポテチ入ってる。ポテチ。次はアリさんだよ。相手はいらないんで回答をお願いしてもいいですか。行くよ、はい、ポテチ。アリさんだって。ルールが何でもあるや。お菓子の名前言っていくよ、ね、お菓子の名前でいいの。そう、お菓子の種類でもいい。種類やな。じゃがりこ、きのこの山、たけのこの里、アルフォート、プリングルス、片揚げポテト、
メントス。チョコフレーク。はい、負けー。待って待って、めっちゃ嫌な汗かいた今。気まずすぎて今。怖い怖い怖い。めちゃめちゃ嫌な汗かいたわ、なんか全身に。サブ。サブ体。夏やのに。2時間フルパやってる人たちの雰囲気じゃないだろこれ。